さんこんにちは、るーちゃんです。いかんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。日本人は冬の時に一体どこで買い物するんだっけ。ユニクロでしょ。日本人はですね、まあ、夏とか冬とか季節変わるごとにインナーとかを買い替えるんですけど、基本ユニクロなんじゃないかなと。特に自分は全部ユニクロなんです、インナーは。へえ。なんで他のブランドを買わないの。ユニクロが一番コスパがいいんですよ。 CP 值だ。中国語は CP 值。 CP 值。そう、 CP 值。 CP 値がいいんですよちなみに今ユニクロが34周年の生誕祭っていうのをやってたんですよ。なんで普通の商品が2000円とかもうちょっと買えるっていうので。じゃあ今行ってよかったね。そう、めちゃくちゃ買えた。俺はそれを狙っていったの。まず一つ目がですね、ヒートテック。ヒートテック、もう冬の必需品と言っても過言ではないでしょう。運転は毎日毎日ヒートテックを着てるんで、もうたくさん持ってます。実はこれ6着目なんです。で、ヒートテックにも3種類あって、普通のヒートテックと極暖っていう、今回運搬買ったやつなんですけど、それと超極暖、極暖っていう3種類があるんですよ。こちらの方が通常価格が1500円、今回いくらだったかというと1290円だったんですよ。安いね。210円も安い。安っ。そう、これは普通のヒートテックよりも 1.5 倍あったかいんですよ、書いてあるんですけど。でそちらの方、2着買いました。なんでまあ黒と白かっていうと、まあ、黒は普通の普段着用、白も普段着用で使うんですけど、会社とか行くときはやっぱ中は白の方がいいんで。あ、なんで白を買いました。黒はダメなの。黒は基本あんま良くないって言われて。あ、シャツの下をね。こちらのセーターです。実はカシミヤ 100% なんですよ。カシミヤ 100% って多分書いてあると思うんですけど、見えるかな。もうちょっと近づいた方がいいかな。よいしょこれとてもあったかいんですよ。で普通のお店とかで買うともう軽く1万超えちゃったりとか、なんとユニクロは9990、しかも今回の生誕祭でなんと7990、めちゃめちゃ安いの。色は赤にしたのした理由は、結構自分は黒い服が多いんで、外の中が赤、外が黒、うん、それがすごくいいんで、自分はもう使いやすい赤を選びました、うん、そう。それと次にウルトラライトダウンのベストとなっております。ベストはベーシン。ベーシン、なんでベーシンにしたかというと、やっぱり全部あると腕がモコモコになっちゃったりとかあるんで、自分はベストの方を選びました。これは特にインナーとして使えます。一番外には使わなくて、さっきちょっと説明して、あれここに長袖あんじゃんとか思った人も いるかと思うんですけど、長袖ですでこちらなんで買ったかというと、なんだかんだ言って寒い日ってモコモコしててもいいかなと思って襟があるんですごい防寒性が高いんですよ。ベストは襟がないの、外に出したくない時はこっちを着る。もうとても寒い時はこれを着る。いろいろ考えてるね、意外に、うん、意外にっていうのははい、今実際に着てみたんですけど、まあこれだけだとちょっとダサいって思うよね、うん、ルーちゃんね。なんかおばあちゃん、それおばあちゃん言うなね、これあるとめちゃめちゃあったかいんで、皆さんにもおすすめです。これこういったチェスターコートとかの時はやっぱこうやって折って、こうやった方がシュッと見えるんで、でべーん、印象変わるね。ね、こんな感じです。結構やっぱりカシミヤなんで、うん、触り心地がいいのと、うん、やっぱ軽いっすね、やっぱり。じゃあこちらを使ってさっきのコートをちょっともう一回着てみますんで。ででーん、ほら皆さんどうでしょうか。さっきと印象違うんじゃない。なんかちょっと落ち着、そうそうそう、落ち着いてる。そうそう、こっちの方が落ち着いて、さらにこの赤を引き出してくれるんですよ。はい、皆さんこんな感じです。いかがでしょうか。でも全然ダサくはないじゃん。おしゃれに見える。なんでさっきのコートじゃなくてこういうコートなの。いや、さっきのチェスターコートだともうここは完全に見えちゃってダサくなっちゃうんですよ。うん、なんでこれを着るときはチェスターコートじゃなくて大丈夫足チェスターコートじゃなくてこういった襟があるやつを使いましょう。はい、皆さんいかがだった
はい、皆さんいかがだったでしょうか。いや、日本寒くなったからね。そうそう、皆さん、参考にできたかと思います。最近就是因为日本已经很冷啦，那台湾也很冷了，就大家都要注意保暖，要多穿一点，就是暖かくしてね。もう風邪ひかないように。那如果你喜欢我们的影片的话，都欢迎留言告诉我们你很喜欢，或者是可以告诉我们你还想看我们拍怎么样的影片。暑い，暑いよね。これ暖かいもんね。嗯。那麻烦你帮我们按赞、按订阅，然后我们下次影片再见，拜拜。拜拜 ，See you next time。久しぶりの See you next time。拜拜。じゃん、るーちゃん、るーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。